竹豊町立図書館は愛知県知多郡竹豊町の公共図書館である。1986年に開館した。2012年には指定管理者制度を導入し、図書館流通センターが指定管理者となっている。2015年度末の蔵書数は234,418点だった。2015年度の竹豊町の人口は42,993人。 貸し出し冊数は479,806点であり、町民1人当たり貸し出し冊数は11.2冊である。1915年には地下郡竹豊町に竹豊町立図書館が開館した。同年には大正天皇のご大典を記念した図書館が各地に設置されており、愛知県では市宮町立図書館などが設置されているが、 武豊町立図書館は個体店と直接的な関係はない。1921年には森田一万江門の功績を称えて、吹村中央部に私立の森田王聖徳記念図書館が建設された。森田は吹村、古町、吹村町、北軍会議員などを歴任した特農家であり、吹村はもとより北軍全域の農業振興や、 教育の発展に貢献した人物である。この私立図書館の建設にあたっては1万7千円という巨額の費用が投じられている。愛知県下公私立図書館記念写真帳によると、1928年時点の地田群には町立10、村立2私立2の計14の図書館があった。1976年に、 図書室が設置された竹豊町中央公民館1976年には竹豊町中央公民館が建設され、中央公民館内には公民館図書室が設置された。1982年度の中央公民館図書室は9882冊の蔵書を有しており、貸し出し冊数は15682冊だった。図書館設置前には、 北地,地域の市長による拠出金で購入した図書1万円分この巡回読書が行われていた。また、愛知県図書館が竹豊町域にも移動図書館を巡回させており、1982年度には2533冊が貸し出されている。あさり池にせり出すように建設された竹豊町立図書館1983年の第2次。 竹豊町総合計画において公共公益施設整備事業第2期として図書館の建設が位置づけられた。同年8月には基本構想が策定され、10月には設計に着手。1985年5月11日には第2期の工事が着工し、1986年3月20日に竣工。1986年8月1日に 開館記念式典を挙行し、同日午後から一般業務を開始した。1986年度末の蔵書数は29,475冊であり、1986年度の貸出冊数は95,089冊だった。同時期の竹と予兆の人口は36,644人であり、1人当たり貸出冊数は2.5冊だった。 1987年5月には一般閲覧室に郷土資料コーナーが設置され10月には一般閲覧室にヤングアダルトコーナーが設置された1993年11月には図書館フェスタが初開催されている1994年4月には愛知県図書館のオンライン検索端末が設置され11月には 三浜町や半田市にキャンパスを持つ日本福祉、大学付属図書館とのオンライン化が図られた。1986年8月に開館。1992年2月には、貸出冊数が100万冊を超え、1995年6月には、貸出冊数が200万冊を超え、1998年7月1日には、貸出冊数が300万冊を超えた。 開館から12年間で300万冊の大台に到達しており、これは愛知県内の町立図書館の中で3市に入るほどのペースであるという。2003年4月26日には開館から16年8ヶ月で500万冊を突破した。2003年時点の蔵書数は約17万冊、貸出冊数は約40万冊であり、 いずれも愛知県内の町立図書館の中ではトップクラスである。2012年には指定管理者制度を導入し、図書館流通センターが指定管理者となった。2014年7月9日には開館以来の貸出冊数が1000万冊を超えている。2015年9月には視覚障害者に対してマルチメディアレイジー資料の提供を開始し、 竹と予兆遠隔調整用欄をデジタル化して、公式ウェブサイト上で公開した。竹と予兆立図書館を含む、公共公益施設整備事業、第2期全体の事業費は8億3286万375円で、ある。建物の設計は、司設計事務所、施行は、河野池組、岩部建設共同企業体。鉄筋コンクリートづり2階建てであり、 延べ床面積は2740.69平方メートルである。図書館の建物は、浸水公園のあさり池にせり出す形で建設されており、あさり池は今日でも洪水調整地としての機能を担っている。西側には、竹豊町中央公民館と竹豊町、歴史民族資料館が隣接するが、この2施設は竹豊町立図書館とは異なり、 最高寺池を埋め立てて建設されている。水上にある図書館は全国でも珍しいとされ、開館時にはそのデザインが注目を集めた。図書館前のあさり池のほとりには、1995年2月に長野県上稲郡高藤町の高藤町、ライオンズクラブから送られた7本の小飛岩桜が植えられている。1998年秋には、 日本各地で桜の狂い咲きが見られたが、同年10月下旬にはこの小飛岩桜のうち2本が、季節外れの満開となった。図書収容能力は12万冊であり、一般図書室に3万8千冊、児童図書室に1万冊、参考資料室に2千冊、閉下書庫に7万冊である。建物の一階に、一般図書室、児童図書室、展示室、陛下書庫などが、 二階に参考資料室、学習室、視聴覚室、会議室などがある。竹豊町立図書館の貸し出し可能者竹豊町、下半島五市五町1986年の開館時の開館時間は10時から17時30分であり、貸し出し冊数、貸し出し期間は5冊まで2週間以内だった。貸し出し登録ができるのは竹豊町の在住、在勤、 在学者のみであり、小学1年生以上に限られていた。1994年10月には、視聴覚資料の貸し出しが開始され、1996年4月には、視覚障害者に対する郵送貸し出しが開始された。1999年3月には、公式ウェブサイトを開設し、4月には、祝日の開館を開始した。 2003年4月には、開館時間を18時まで延長し、北半島五市五町に対する広域化し出しを開始した。2007年10月には、インターネット検索や資料予約サービスを開始し、2008年には、愛知県図書館が運営する、書横団検索サイト、愛蔵くんに登録した。2012年には指定管理者制度導入に伴って、開館時間が、 9時から19時に延長されている。同年5月には文庫本コーナーが設置され、11月には名鉄高和線付き駅に返却ポストが新設された。ありがとうございます。